追悼の意を表するため、1分間黙祷を捧げます。黙祷。想像を絶する巨大津波により、多くの皆様が犠牲となられ、歴史や文化を重ねながら築いてきたかけがえのないふるさとが一瞬にして壊滅するという甚大かつ未曽有の大惨事となった日から2年の歳月が経ちました。被災者の皆様方が暮らしやなりわいの再建を果たすその今で共に歩み復興に全身全霊を捧げることをここにお誓いするとともに、亡くなられた方々の御霊の常しえに安らかならんことをお祈りし追悼式辞といたします。これから先どんな津波が来ようとも、かけがえのないこのふるさと大槌の全員の命を守っていけるように、いつまでも3月11日の経験を伝え続けていきたいと思っています。私たちはこれからも生きていることに感謝して前を向いてしっかりと歩いていきます。この大槌が今までよりもっと笑顔あふれる街になるように、みんなで力を合わせ一歩ずつ歩き続けます。